林武史介は、台湾の台中市出身の元プロ野球選手、野球指導者。左投げ左打。2021年より、中華職業棒玉大連盟中心兄弟の監督。日本への野球留学を経て、NPB 阪神タイガースでプロ入り。国籍は、中華民国だが、日本の高校、大学に通っていたため規定により、日本人、登録選手の扱いとなっていた。 その後中心兄弟に所属し、2015年から2017年までは、チームキャプテンを務めた。幼い頃に、テレビで見た日本野球に憧れ、小学生時から野球を始めた。中山国民中学在学時から、台湾では、その非凡な野球センスが話題となっていた。中学卒業後、日本への野球留学の誘いを受けるも、父の体調を重んたかって一旦は断っていた。 しかし翌年再び加入され、日本の文化に触れたい、好奇心もあり、柳川高校へ入学した。同級生に田中水希がいる。柳川高校では、2年夏の福岡大会で決勝に進出。しかし小倉信介を擁する福岡高大付高校に、敗れ準優勝。また、入学が2年遅れだった関係から、日本高等学校野球連盟で定められている。 年齢制限を超えることとなった3年時は、公式戦に出場できなかった。甲子園出場という目標を失い、台湾に帰ることを考えたが、日本でプロ選手になることに目標を切り替え、木製バットを使用するなど、高校卒業後を見据えた練習に入った。高校通算47本塁打を放っているが、以上のような理由から高校1.2年の2年間での記録である。 近畿大学へ進学し、一年春から右翼手のレギュラーとしてリーグ戦に出場し、首位打者とベストナインを獲得。しかしその後は不調に陥り三年時は膝の故障で主に代打での出場となった。四年時はその故障を押して三番左翼手でスタメンに復帰、春季リーグ戦後のリーグ選抜に名を連ねたほか 周期リーグ戦では2度目のベストナインに選ばれた。リーグ通算75試合に出場、280打数79安打、打率28、282、5本塁打、47打点。2002年の NPB ドラフト会議で、阪神タイガースから7巡目指名を受け入団。2003年は故障の癒えていない膝のリハビリに、専念し、一軍。 二軍戦ともに公式戦出場はなかった。2004年シーズン途中の8月にアテネオリンピックの野球チャイニーズ台北代表に選出され、シーズンでは10月11日の対東京をヤクルトスワローズ戦で公式戦初スタメン、初アインダ、初打点を記録。2005年は主に代打で出場し、優勝決定後にはスタメンでも出場し初本塁打を記録。 2006年はかつて、掛布正幸がつけていた背番号31に変更。開幕前の3月に、第1回ワールドベースボールクラシックのチャイニーズタイペイ代表に選出された。シーズンでは、代打として起用され、セパ交流戦では、指名打者でのスタメン出場も数字あや,やった。オフの11月から12月にかけて開催された、ドーハアジア競技大会の、 野球チャイニーズタイペイ代表に選出された。同大会でチャイニーズタイペイ代表史上初のアジア競技大会優勝に貢献した。2007年も開幕から代打での出場が主だったが、4月下旬に浜中治が怪我で離脱して、以降はレギュラーに定着。交流戦後は、小一類種のアンディシーツの不振に加えて、同じ外野種の桜井康大の台頭もあり、 一類種としてのスタメン出場も多くあった。しかし、5月13日の対ヤクルト戦で、オーバーランした一類へ起類した際に右肩を痛めながら、せっかく掴んだチャンスを逃したくないと、打撃コーチの正田構造に訴えて、強行出場を続けた悪影響により8月下旬に登録抹消。9月27日に一軍復帰するも、規定打席には4打席不足したが、 打率29、292、15本塁打と58打点は、いずれも、金本智明に次いで、チーム2位だった。それまで、プロの世界で、レギュラーとして、試合に出るようになるまでは、台湾の家族を試合に、招待しないと決めていたが、この年になって、日本での生活12年目で、初めて家族を日本に招くことができた。しかし、 右肩拳法下活液法炎と診断された右肩の回復が思わしくなかったため同年オフに台湾で開催されたアジア選手権大会のチャイニーズ台北代表を辞退12月に手術を受けた2008年は前年受けた手術のリハビリなどの影響からシーズン初出場は5月29日の対バロッテマリーンズ戦であった 7月8日の対読売ジャイアンツ戦で、左膝じ帯を痛めて離脱し、北京オリンピックのチャイニーズタイペイ代表を辞退。8月に復帰したが、シーズン成績は打率24。249.2本塁打だった。2009年開幕前の3月に開催された第2回、WBC のチャイニーズタイペイ代表に選出された。 シーズンでは一軍登録されたのは5月8日であった。その後も不審が続いて、前年を下回る56試合の出場で、打率、208.3本塁打、11打点に終わった。2010年の沖縄における春季キャンプでは、この年に打撃コーチに就任した、片岡敦氏の親友である、立浪和義からも、臨時指導を受け、シーズンでは、 出場機会は、さほど多くなかったが、得点圏打率。412。2011年、63試合の出場で、打率は1割台。2012年は6試合で7打数1安打。2013年8月4日に、シーズン初の出場選手登録され同日の、対巨人戦に6番、右翼手で、スタメンで出場したが、 打撃で4打数無安打に終わり、右翼の守備でも、精裁を欠いて、途中交代。一軍公式戦への出場機会は、この1試合のみとなり、10月1日に、球団から戦力外通告を受けた。11月に開催された、2013ベースボール、チャレンジ日本 VS チャイニーズ台北に出場する、チャイニーズ台北代表への招集を辞退して12。 球団合同トライアウトを受験し、フェンス直撃の三塁打を含む2安打に支球、左翼の守備ではフェンスに激突しながらの候補を見せるなど、したが、NPB 球団で獲得する球団は現れなかった。2013年11月28日に、中華職業棒玉大連盟の兄弟、エレファンツからドラフト三巡目で指名され、2014年2月17日に、 正式契約を結んだ。2014年3月末にスライディングをした際に、左膝の半月板を損傷。その後も試合には出場したものの、26試合で打率。192、本塁打1、打点10で5月14日に、左膝の手術を受けた。2015年春季キャンプ中に、監督の社長を通るからチームキャプテンに任命された。 95試合に出場し96安打、打率309、本塁打6、打点58の成績を残した。2017年に引退し、学生野球資格回復のプロ側研修会に参加したことが報じられた。2018年に中心兄弟の二軍監督に就任した。また、この年に阪神甲子園球場で始球式を行った。その時、 現役時代の応援歌が流れ、林は自分のテーマが流れて嬉しかったと語っている。2020年12月に中心兄弟の一軍監督に就任し、2021年前期シーズン優勝を果たした。台湾シリーズでは統一ライオンズを下し、チームを2010年以来チーム名解消後発の年間王者に導いた。第1回 WBC での林。 速球に強く、スイングスピードが時速 150km 以上であれば、プロでも一流と言われるところ、林は大学時代に時速 168km を計測していた。前述2008年の復帰戦代打でのブライアン・シコースキーとの対戦で時速 150km の速球を警戒しつつ、初級のチェンジワップに対応した一打には、 ああやって対応できると監督の岡田明信から評価された。一方、前述の立並からは力があっても無駄な動きをしているところがある。もっと打てる選手。外からバットが出やすいようだと評された。打撃への高評価に対し、選球、守備、走塁への評価は、かんばしくない。2006年までは、試合途中で、 代打起用された後の守備へは滅多につかず、中村豊かなど守備固めの選手が入ることが、ほとんどだった。一類種として出場することもあったが、ミットを持つことになる右肩を怪我して、以降は一類起用を見送られている。なお2007年の右肩と2008年の左膝の、怪我は、いずれも総類児のものである。現代のプロ野球選手としては大きな体ではないが、 握力は9 0ラムを計測する。ザウの名は、一級撃命。勝負を決める一打を放つという意味。高校入学当時はほとんど日本語がわからず、また台湾での中学時代までに比べはるかに厳しく、辛い練習のため、台湾に帰りたいと思ったこともあったという。日本晩年は流暢な日本語を話せるようになっていた。日本時代、林が、 台湾出身であることを知らない日本人記者から林、伊助と呼ばれることがたびたびあった。中国語ジャーナル2007年8月号では林について特集が組まれ、表紙に載った。ありがとうございます。